シュロップシャーはイギリス海軍が第二次世界大戦前に建造した重巡洋艦ロンドン級の一隻。シュロップシャーはキャンベラを失ったオーストラリア海軍の戦力低下を防ぐべく対戦中に供与された。1926年2月24日に、帰港。1928年7月5日に、浸水1929年9月12日に、巡航し、 同年9月24日に襲撃した。第二次世界大戦前は地中海艦隊に所属していた。同大戦開始後は大西洋やインド洋で紹介、通商保護や戦乱護衛などに従事した。1941年にはイタリア領ソマリランドに対する攻撃にも参加している。1942年8月の第一次ソロモン海戦で オーストラリア海軍の従順洋艦キャンベラが日本軍との戦いで失われたため、その代わりとしてシュロップシャーがオーストラリアに引き渡されることとなった。1943年4月20日に同海軍で襲撃した。1943年12月、ニューブリテン島のアラウェーへの上陸作戦とグロスター岬への上陸作戦、翌年の1944年3月、 アドミラルティ諸島の戦いに参加する。4月、ニューギニアのホーランジアとアイタペへの上陸作戦、5月のビアク島への上陸作戦、7月のアイタペの戦いで日本軍に対する攻撃を実施する。同月、サンサポールへの上陸作戦、9月のモロタイ島、上陸作戦と10月のレーテオ機械戦に参加する。 以後フィリピンの戦いに参加し、その後はボルネオの戦いに参加した。1949年11月10日に退役し、1954年7月6日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。